こんにちは。ちょっと俺店もそろそろ閉めたいな。クセラーメンと焦げ口165個。誰か殺してくれ、シャンクスさんを殺してくれ。なんかちょっと楽しいことしたいですね。楽しいことはパーティーとかパーティーパーティーとかパーティーね。え、この街って人ぶっ殺してもバレない方法ってあるんですか。ないないない。なんか待ち合わせに。おーおーい。おお。え、またやろうぜ。やないやないやないよ。今日バニーの日なんですよ、 BMC。 布の面積おかしくない？ギリギリ見えてない。見えてる、いや見えてる見えてる。え、見えてないんです。それ多分見えてるよ。あれです、レーシックの影響です。いや俺レーシックしてないですけど。いや私入れてないよね。がっつり見えてるよね、やっぱ見えてない。見えてるよね。いや綺麗すぎて見えちゃった。てか別に汚いもんじゃないですけどね、これな。そうそうですよ。そんな見えてておかしいもんじゃないですけどね。見せてるのと見せてるのは違うからね。やめろやめろやめろ。いいね。パンニーの日でもパンイチはちょっと違くない？でも、いやまあでもウサギっぽいよ。でもだいぶ、あーでもそっか、ですよ、ね、いやだいぶウサギっぽい。尻尾とかもあるし。俺あのなんか やっぱちょっといろいろ炎上しそうだからやめとこう言うの、何言っちゃう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 。それなんかそこまで聞いてさ、そういうの別にそういうの大丈夫な人たちしかいないから。いやほら俺動物とかにさ、うん、洋服着せるの俺あんま好きじゃないからさ。あー別に全然炎上しないでしょ。そういうこと全然普通のやつだ。あれとかね、あの散歩させないで抱っこして散歩させる人とか。そうね。散歩じゃないじゃん。自分の散歩じゃん。あ、切り込むな。うん、え、はい、上田さんもなんかそういうの言いたいんじゃないの？あ、俺ら今俺ら一個ずつ言ったから。ほらそこまで言ってる。俺ら一個ずつ言ったんだからね。なんか引き出そうとしたくせに自分だけなんかね、傍から見てるだけ。そうは問屋顔しませんよ、上田さん。卑怯者。おっとっと。ペット関係で。いや違う、いや何もかもよ。いやこの今思ってることや、この世の中に思ってることを一個聞いて。不満ぶちまけろよ。難しい難しい。一回切り込んだね、上田。なんかないかな。この世の不満を切り込んだね。難しい難しい。ちょっと待って。熱くなれよ。熱くなったね。寝落ちもちもちは意味ない。なんなんそれ。何それ。ぐらいじゃない。ちょっとわかんないよ。寝落ちもちもち意味ないことないだ。意味ない。いや意味ない。ないだ。やってるやん。やってますやん。意味あると思っちゃってるやん。意味ないんじゃないか。誰とやってんだよ。やってるね、そのセリフ。どういう意味。ごまかしてますこれ。寝落ちはい、上田気まずくしたこれ。はい、やばい。やってんな。いやまだまだ。だって今エルナさんが、今エルナさんのストックが1個減っただけで、上田のストック減ってない。今巻き込んだ。今巻き込んだだけだよ。お前のライフ1個も減ってねえから。え、そうだ。まずいまずいまずい。切り込んだね、上田。その世間に切り込んだね、そのなんか不満ね、不満ね。さっきの切り込みとしては微妙だった。ないんだよな、パッと出ないな。でもさ、そこでパッと出るのがさ、寝落ちツアーは意味ないってだったってことはさ、なんかあったってこと、寝落ちツアーにまつわる何かが。じゃないとさ、パッと出てこないもんね。スルギさん天才。そういうわけじゃない。この年でなんか何の寝落ちツアー意味ないみたいな。それさ、させられたことがあるってこと？いや、あの聞いてほしいんだけど、うん、あったんだよ、この PNG とまんじゅうさんの戦いのタイミングで、そういうくだりが。だからもう寝落ち通話かなっていう、なんか寝落ち通話意味ねえよなっていうくだりがあったんだよね、そのタイミングで、うん、あ、じゃあ他人の言葉を借りて自分の言葉のように発言したこと。あ、まずいか。じゃあそうだよね、うん、なんか、まあまあ、それ卑怯だよね、ちょっと。それは上田さんの不満じゃないよ。じゃあ寝落ち通話とか言い出すの絶対かけるだろ。思いにいってるね。確かにね。タケルだったはず。タケルが言って、ムツキが乗ってみたいな感じだった気がするよ。あ、そうなんだ。その連携なんだ。で、エルナさんは意味ある派ということでディベートが始まりますよ。意味あるでますよ。意味ない派と意味ある派。意味ないとかあるとかどういう意味なんだろうと思って。いいから言わんかい、上田は。でもそれで言ったらさっきのジェフリーさんもね、意味ないうんぬんの話じゃなくない？エルナ。あの服着てるうんぬん。意味あるかないかの話してないじゃない今。そう、俺は嫌いかどうか。上田、今そういう話じゃないから。違うから。嫌いかどうか、嫌いかどうかの話。じゃ不満だよ、不満でしょ。意味あるないの話し始めたの、うん、お前だから。そうだよ。まあ厳しい。厳しい。急になんか寝落ちの時思ってたのと違う答え出てきたなって思ってる。いやなんかこれ、あのうん、不満かどうかわかんないけど、この町の警察の人たちは、この町にあるんだ。この町の警察の人たちは、うん、秘密主義っていう概念がないかも。
口軽すぎ、声があって口酸っぱく言ってるね。口軽すぎかも。え、何にバラされたの？バラされるっていうことはないんだけど、うん、市民がいる前でなんか極秘のそういう情報、うん、漏らしたりとかするから警察には相談できねえよなっていう話かも。じゃあ上田さんとしては警察に対してそういう不満があるということでよろしいですか？まあまあまあ、あるんですね、あるんですね。情報漏洩してるんじゃないかと。そう、あるかないかで言ったら不満はあるんですか、警察に？あります。ぶっ壊したい？ぶっ壊したい。警察録音した？ジェフリーさん。はい、録音しました。はい、はい、はい、全部録音済みでーす。痛い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 。あ、暴行だ暴行だ。しかもさらに暴行まで重ねちゃう。これはまずいですよ、上野さん。いくらで買える？終わってます、動画。これ口止めしないと、消さないと、買収しないとじゃないこれ。買収いくら？1000万、1000万。え、高っ。いやいや、500万売らないです。初計で1000万払う。売らない方が強いもんな、確かに。売らない。わあ、これ売ってくれないのもきついぞこれ。売らないね、やば。あ、いらっしゃいませ。こんなところに警察があって、レアキャラ見つけるみたいな感じで。来るだろ、警察も。ちょうど警察が。なんだ、助けが必要か。ジェフリー、まずい。指が滑っちゃいそうだ。ちなみに、まずまず、一回でも、一旦次こっち来て。めちゃくちゃ気まずいのが、その市民がいる前で秘密をね、ベラベラと喋る人がいるから、安心して警察に相談できないっていうきっかけになったのが校庭なんだよね。あいつ、あいつがやってた？あいつがやってた。ジェフリーさん、ジェフリーさん、ジェフリーさん、ちょっと来て。すいません、すいません。いや、なんかあれだし、上田がそのペラペラ喋る人はあの校庭さんらしい。とだけ、俺はちょっと。特製ビール10はただのビールやね。何にします？おお、あれ、お久しぶりです。チャンクスさん久しぶりっすね。ちょっと俺店もそろそろ閉めたいな。じゃあ一回とりあえず、ちょっととりあえず、そうですね、そうですね、そうですね、待ってますんで大丈夫ですよ。ありがとう。はい、ありがとうございます。ちょっと駆け足でいきましょうか。あ、すげえな。特製ラーメンと焦げピスジュジュで。ちょっと待ってね、とまでね、30、30で。特製ラーメンと焦げピス。お、30、30。30、30って多くない？特製ラーメンと焦げピス165個に。おー、すごい。誰か殺してくれ。シャンクスさんを殺してくれ。どうして？今すぐ。今すぐ殺してくれ。これ敵だ。これ敵だぞ。来るのがめんどくさい。来るのがめんどくさい。今すぐ閉めたいから。来るのがめんどくさいってこと？作るのもめんどくさい。全部めんどくさい。全部めんどくさい。接客してんだよ。別のなんか市場挟んでない？なんか。やめようかな。すいませんね、本当。何があったの？何もなかったと思うんだけど。165個精神整理作らせてもらいます。ああ、本当ですか？もう集中できない、普通に。何が、何に集中できないの？何もなかったはず。でも、なんでだよ。集中できないな、ちょっと。はい、特製ラーメンとコケですね。集中力なし。どういうこと？なんで3つ小分けにして全部。いや、ちょ、間違えた。その今言われたから。ああ、集中できてないもんね。ちょっと、あんまり時間、あんま時間無駄にできないから。待って、なんか締めようとしてる理由ってシャンクスさんが来たこととか、そういうこと関係ある？そうかもしんないね。あ、人選んでるんだ。そうなんだ。選んでるみたいだね。あ、ひどい。シャンクスさん、何ラーメンにします？これ。あ、じゃあ特製で。特製ラーメン165個。ええ。わかりました。いい数字なんだよ。165？ 縁起がいい。165って、もしかしたら何だろう。これちょっとほうれん草ラーメンでもいいですか？165ないんで。ああ、なんでもいいですよ。じゃあほうれん草ラーメンで。はい。焦げピスもありますか？165。焦げピスの165個で。すいませんね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、いいんすよ。もうお客さん本当に賑わっててすごいね。ちょ、おかげさまで。じゃなくても中華とかにしたら。なんで？なんで中華？名前変えてさ、なんとか県とかにしてさ。おい。なんかいろいろあるじゃん、来々県とかさ。その一言で本当に変わったらどうするんですか？え、いいと思うよ。何やってんだって声が聞こえてくる。何やってんだ。苦しい苦しい、救ってくれ。しかも計算が計算違うじゃん。ジャンキューさん重くてモテねえし、しかも俺全然。俺モテないんだ。ちょっと待って、じゃあ、表に入れてくるね。あ、じゃあ俺もこれじゃ入れますよ、じゃあ。俺そんなこと教えてねえよって聞こえてくる。なんか聞こえてくる。あ、ごめんごめん、持てると思う。あ、ここに入れますよ、じゃあ全部。これ何本なんじゃ、もう俺こっから離れたいけど、この人から。この人から俺は離れ。
なんで離れたいんだ。ちょっと俺離れたいっすよマジで。嫌なの？近い距離で企んでる気がするんですよ。企んでる。え、でも一定の距離から離れられないんじゃない？なんか急になんか言って壊れちまった？壊れちまったかお前。大丈夫か？企んでそうではあるもん。どっちが正常な反応なんだこれ？おかしいんすよねなんか最近様子が俺の。あ、そう。俺の様子が。俺の様子が最近おかしいんすよマジで。どうしようこれ。解決する問題それ。だってドラゴンボールですらだって67回なのにさ。どうしたどうした。165回だっけ。ドラゴンボールですら67回なのに。ドラゴンボール。どうし何の話してんだ。シャンクス最近調子はどうですか。調子いいよ。え、結構起きてますこの街。あ、最近起きてるよ。あ、起きてるんですね。俺も最近起き始めましたよ。あ、こっちで起きた方がいいんじゃないか。どういう意味ですかどういう意味ですか。どういう意味もこういう意味もないから大丈夫心配すんな。なんかちょっと楽しいことしたいですね。楽しいことはパーリーとか。何何何パーティーパーティーとか。パーティーね。パーリーパーリーパーティーね。あ、パー、あ、今ネイティブ、ネイティブ出たっすか今。リズムなパーティーで。おめえは関係ねえ。おめえは関係ねえだろ。そうそうそう。おい、チューパンやめて。ほら、うちの社長殴らないでよ。やめないと。できないんだから、上田さん、パーリーが。できないか、俺は。おかしい、頭がおかしくなりそう、この空間。俺なってたんだよ、頭がおかしい。自分で言ってた、おかしいって。もうおかしくなってた。うん、自分で言ってたよ、おかしい、俺おかしい。このギャラリーもうぜえ、このギャラリーが。ギャラリーで頭がおかしくなる。楽しいことできたら、やろうぜ、またね。ありがとうね、剣。ありがとうございました。いや、マジで、マジでありがとうございました。なんか、バンチ、いいバンチだね、ここ。え、ほんとだ。いいと思う。165入ってる。天才だ。天才すぎる。え、まさか。え、そんなわけないか。え、この街って人ぶっ殺してもバレない方法ってあるんですか。ないないない。やべえ、俺ちょっと切れちまうかもしれん。ちょっと待って、つい闇落ちする理由嫌すぎる。ここね、手を出してしまったらあいつの思うツボな。え、ドラゴンボールのあのカメハメハの個数って67回なのしてた。そうなの。カメハメハ打った回数ドラゴンボール67回。一シーズンでってこと。いや、もう全巻通してでしょ、もうそれは。もう俺そういう知識とも豊富に仕入れてるからさ。そう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 。原作超えたってこと。へえ。何言ってんのお前、ぶっ殺す。あれ口悪い。トミキさん、あのここ待ち合わせに使っていいですか。おーい。ここ待ち合わせに使っていいですか。おーい。おい、そいつ一番見たくねえよ。おもろいね、おもろくなってきたわ人生。久しぶり。おー。え、帰ってきたんすね。帰ってきたよ。おお。1ヶ月2ヶ月くらい前に帰ってきて。1、2ヶ月前。会えてないの。そう、つるぎくんに会えてなかったから。え、介護大丈夫だったんですか。両親、ご両親の介護で。あ、ご両親はね、元気だった、元気だった、すごく。おお、うん。元気だった、つるぎくん。俺はもうめちゃくちゃ元気。しかもやばいくない、このレギオンがにぎわってた時の、ずっとレギオンにたむろしてた連中が揃ってる、ここに。すごいね。ちょ、また、え、またやろうぜ、ズズ肉ショー。やだ、俺見たくないんだよ。もうここな。またやろうぜ。幸せなね、弁当したいなって思ってる。幸せなイベントだったの。不幸だったっていう自覚があったんだ。攻撃性。え、なんでさ、あれやろうって思ったの。なんかね、あのね、深掘りマジか。これ深掘りって、これ深掘りって行くんだね、さすがに。あれね、直前で決まったことが多すぎた。最初ココナがやろうと思ってたの。それがね、直前で違う人になったりとかいろいろあったのね。そう、噛み合った、噛み合ったんだ。噛み合った結果なんて。もう忘れよ、一旦忘れよっか。一回忘れるか、確かに。ってみんなの心に刻んどいて、あのココナの成長を見届けてほしい。